今回は、視覚システムを可視化する 3D オブジェクトを改良したので、それの紹介です。右側が今まで使用していたもの、左が新規作成したものになります。まずは、周囲を見渡してみます。水平近くで長く動かしているとジンバルロックするので慎重に回しています。次は下を向きます。画面上部の左右の画面がそれぞれ下の2台のカメラリグに対応しています。上向きで一周。外見が変わっただけでなく左側は視点が若干低くなりました。今出たカメラアイコンがカメラのある位置です。未実装ですが、車体から突き出ているレールをカメラが移動することで視点の切り替えを表現するつもりです。今回は直接スライドさせます。カメラが移動しました。最終的にはカメラ部で当たり判定をとって、壁などに接近した時にレールをスライドさせて、めり込まないカメラを再現したいと思っています。せっかく作ったのでテストランしようと思います。レールの長さを1メートルにすれば三人称視点の恩恵をさらに受け取れたのですが、見た目のバランスが悪くなるので、今回は50センチメートルにしています。余談ですがくっそ暗いので街灯を1本追加しました。天気に関しては最終的に API を取得してその場所の天候を再現したいと思ってます。洗車芸に関しては広くステージを使いたいため、キャラではなくマップを移動させる仕組みを構想中です。探せばもうコピペできるものがあると思いますが、自作します。それではご視聴ありがとうございました。